皆さんこんにちは、りなです。今日はね、なんかクラス分けのテストみたいなのがあって、先生とお話しするだけやったんですよ。筆記とか全く何もなく。で、話してみてどれぐらい韓国語を聞き取れてるのかと、あとどれぐらい答えれるのかっていうのを見てもらったんですけど、なんか私結構話せてたみたいで、なんと初級から一つ上のクラスからスタートすることになりました。やった。なんかもうまさか、絶対無理やし分からへんと思ってたから結構嬉しくてウキウキです。と、今からちょっと大学から離れたところに行って、そこが繁華街なので、そこでちょっといろいろ日用品とか買い足したり、あとは夜ご飯めっちゃ美味しそうなとこ見つけたんで、テジョン Vlog 撮っていきたいと思います。そこの繁華街行くまでにカカオティーで自転車借りて行きます。じゃあちょっと今から自転車探して繁華街の方行きたいと思います。テジョンの Vlog ご覧ください。どうぞ。はい、この達人があった。びっくりした。なんか今日買い物の日がつかなくて全然何も買ってない。ちょっと今からショッピングモール的なとこ行きたいと思います。買い物に日がつかんとか言ってたけど、めちゃくちゃ買った。日用品とか服も合わせて1万2000円ぐらいやったから、やっぱ安いな、テジョンって感じです。で、今から今日の Vlog のメイン、アワビの定食屋さんがあるんですよ。そこに食べに行きたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうやから楽しみやし、もうめっちゃお腹空いてるんで、ちょっと今から食べに行きたいと思います。이거하나드릴까요?네이거하나드릴까요?네감사합니다뭔가頼もうと思ってた아와비의이시焼きが2年前からやったんで、私は아와비의サムギョプサルにしました。めっちゃ楽しい。맛있게드세요。네감사합니다。
見て、やっぱめっちゃ美味しそう。いただきます。うん、やばい、美味しすぎて。この石焼き食べたかったな。韓国のご飯って量多いじゃないですか。だから一人で入ったら逆に迷惑かなと思って、あんまり入られない。そう、大体2年前からとかが結構多いから、ペダルとかも1年前のものは少ないから、もうペダルすらやったら食べに行こうかな、キンパを持ち帰ってねみたいな感じになってます。私はどうしたいことが、今年の夏はペンション泊まって美味しい海鮮食べるのが目標です。시리바로 근처입니다. 아, 진짜요? 문자 올게요. 감사합니다.